んにちは、よしがるです。いつもご視聴、コメント、チャンネル登録ありがとうございます。昨日もですね、ロサンゼルスに来たんですけど、今日もまたロサンゼルスに来ました。今日はですね、私の大好きなコメディアン、ガブリエル・イグレシアスさん、まあ、通称フラッフィーなんですけど、彼のコメディショーがここドジャーススタジアムであるので来ました。イエーイ。その様子ちょろっとお伝えしますね。それでは行ってきます。はい、今ゲート通りました。なんかワクチンカードと ID 必要って書いてあったんですけど、全然チェックされませんでした。はい、ちょっとね、まだ時間があるのでブラブラしようと思います。まだね、今1時間前ぐらいなんですよね。この、中の席です。いや、めっちゃ楽しみ。まあ、あの彼すごい人気で、明日のショーもあるんですけど、ソールドアウトになってて、もう買えないと思ってたら、今回このね、金曜日が追加公演みたいな感じで発売されたので、もうチケット買ったんですけど、楽しみですね。もうすごくアメリカで人気のコメディアンの方で、もう映画とかにもね、出てるんです。今ね、彼のスタチューみたいのがあるんですけど、そこで一緒に写真撮るのにこの列並んでます。せっかくなんで記念だからちょっと写真撮ろうかな。すごい飲み物があるぞ。あれなんだろう、ブルーハワイみたいな。今グッズ買おうと思ってるんですけど、ちょっと並んでますね。すごいタッパティ用のソースが売ってる。フラッフィータパティオ、あ、本当だ、ホット&フラッフィーソースよく考えるね、これね。Tシャツとバブルヘッドを買いましたT シャツはね、もう S サイズ最後の1枚でしたねラッキー。はい、じゃあちょっと飲み物をゲットしますさっきのなんか変なブルーの飲み物を飲もうかな体に悪そうだよねなんかアルコールばっかりみたいだね。わこのカクテル頼んじゃいました。これすごい強そうだね、これ。はい、じゃあちょっとこのカクテル飲んでみます。これねあ、ラムとジンとなんかバーボンとなんかいろいろ混ざってたけど、なんか甘いから口当たりが良くて飲めちゃうけど、これなんかちょっと酔っちゃいそうですということで、今ショーが終わりました。11時過ぎております。ね、いつもね、フラッフィーのショーは長引くんですけど、まあ、それぐらいね、サービス精神旺盛でずっと喋り続けてるんですけど、いやもう本当に楽しかったです。私のチャンネルでは私のカリフォルニアの生活をお伝えしています。ぜひチャンネル登録、いいねをお願いいたします。コメントも嬉しいです。それではまた。